ごきげんよう、こんばんは、どうも、タコボンドです。さあ、私、ついに、このコロシアムにね、デビューすることになりました。まあ、裏乗せって言うとね、人身売買されてここにいるっていう感じなんですけど、まあ今このね、コロシアムの控え室にいます。試合が始まるまで待ちます。今ね、僕、準決勝まで来ました。これに勝てば、決勝です。ちなみにね、持ち物、弓が2本、で、矢が46本あって、槍が15ですね。こんな感じで、もう原始的な武器しかありません。ということで、間もなく始まるみたいですね。早速、コロシアムのね、会場に出てみたいと思います。さあ、ここから行きます。うわ、もう見てるよ、こっち。挑戦者も入場してました。今回の対戦相手はね、この2メートル以上ある巨大カマキリです。さあ、弓をセットしてね、間もなく始まるみたいです。うわ、始まりました。うわ、すごい、マンモスに飛びかかってる。多分あのカマキリ、1週間ぐらい何も食べてないようですね。これはやばいぞ。どう攻めよう。なんだあれ。うわーうわっ、やばいやばいやばい。今完全に顔の骨格が曲がった。まだ来てるまだ来てる。ちょっと無理だって、こんな2メートルのカマキリなんて無理でしょ。ちょっとやるしかないか。今チャンス、今チャンス。はい、はっ、くそ、当たってない。手が震えて、こんな昆虫、でかい昆虫見るの初めて、生まれて初めて。うわっうわっ、来た来た来た、やばいやばい。痛い、それ、それ、かまん。死ぬ、死ぬ、それ。やりで、やりで、おい。倒した。まさか、倒せるとは。倒したんでね、記念に肉を剥ぎ取りましょう。この、よくも、俺の顔の骨格曲げてくれたな。よし。これでお返しはできた。さあ、次は決勝戦。みんな、応援してくれてありがとう。決勝戦が始まるみたいですね。覗いてみましょう。うわ、またカマキリが3匹いる今度。1匹でもあれだったのに。やっぱ決勝のやつは強そうだ。いや、それでも勝とう。多分あいつら、1週間ぐらい何も、いや、1ヶ月ぐらいだね。いや、そこどうでもいいけど、そこ設定なんで、設定とか言う。さあ、ついに入場します。あ、すごい、向こう、すごい荒ぶってる尻尾が。さっきの試合ではよく見れなかったけど、応援してくれてるんだね、みんな。わあ、すごいよ。決勝戦だから、すごいもう、声が聞こえる、みんなの。期待を裏切らないように頑張ろう。さあ、始まった。うわ、ま、仲間同士で。どう手をつければいいんだ。一匹ずつ、仕留めたいが。正直、三匹同時にかかってきたら、瞬殺される。なんだ？雨か。ちょっと、悪天候な試合、打ってみる？あいつ狙おう。一匹ずつ、やばい、二匹来た。でも、この、遠距離から、じわじわ削っていくっていう感じで、行こう。せい！一匹ずつ慎重に、や、でも、固まった、三人固まった。マンモスに、ちょっと、危険だけど、槍で行こう。槍で行って、いや、来た！やべやべ。手出すんじゃなかった。よし、でもいいよいいよ。一匹だけ来てる。この一匹、痛いよ。痛いよ。そうです。ハサミ打ちとかやばいやつ。一番やっちゃいけないやつ。くそ。槍、一回だけじゃダメか。もう一発当てないと。せい。いや、まだ耐える、まだ耐える。ちょっとやべやばいやばい。
来ないで来ないで来ないで、一匹倒せば楽になるんだが、せいはっ、ダメだダメだ、全然効いてない、あそこ隙間がある、逃げよう逃げよう、うわー